とどめの一戦バーシ。おいおいおい、待て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 、来るな、ポチスサノオさん。よし、なるほどね。これ何？どうなってんの？すげえ燃えてんじゃん。お、花開いた。これ上に登ってけってか。こうか。はいはいはい。あ、でもなんか3階に、あ、なんだこれ、宝箱もあるな。一回そこに降りたい。降りて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 、よし。これ、あー、見えないよ、見えない。よし、これでこうして開けて、漆器セット漆器セットをそんなに守る必要あったか。まあいいや。結構なんだこれ、アイテムがいっぱいあんのか。あ、確かに吸い付くかも。あんまり気にしてなかったけど。お、鋼の魂。おう、あとはあそこか。おいしょ。OK。これも、吹き飛ばしてすぐに開ける。何？あ、無限炭か。OKOKOK。あとは、なんかなんだあれ？ネズミか。ネズミに餌あげとく？一応。はいよ。もうちょっとだなぁ。あと32ぐらい。胃袋を増やしたいんだが、まだ足りん。あとは？でも、ここら辺が特に、向こう側に宝箱あったな。危ねえ。あったあったあった。ほらほら。うひゃー、こいつはまたでかい掛け軸だぜ。お前が風を編み出すとおかげで、掛け軸も気持ちよさそうにしてら。気をつけろい。あんまり風が強いとバサッと飛んでいっちまうぜ。どういうこと？真珠だ。これは高く売れそうだぜ。バサッとどっ、あ、れ、あ、風を吹かすとあそこが道になるのか、これ。今、予想外の展開だったけど。待てよ。だから、こっちに乗ってだ。あ、ちょ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 。乗って、上に行く。そして、あ、ここじゃダメか。ちょ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 。どこに行けばいいんだ？ね、ここの上に乗れるようにだから、まあでもあそこだな。やっぱさっきの柱のとこが一番近いな。よいしょ。ここに乗る、乗る。駆け上がってって、そこに乗っかれるかな？そこに乗っかりたいな、上。あそこ、あ、そうか、ここでこう行って、はいよ。でだ。ここで風を吹かす。はい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 。あー、焦っちゃったよ。一回こっちに寄って、吹かせます。よ。よ。よ。危ねえ。ああ、緊張した。よいしょ。おお、木彫りの熊。OK。あと、もう一回行けば大丈夫か？いいよ。はい。はい。はい。OK。危ねえ。よっしゃ。K、ハムだ。でもアイテムだけ？この先の扉に関係なかったってこと？関係なさそうだね。アイテム取るだけか。なんだ。そこに行くよ、じゃあ。そっちに。ほら。ああ。普通に開いた。うぅ。何？何これは。へえ、燃えた。
怖っ。どういうこと、どういうこと、トラップ、どうしたいのこれ。え、風吹かす。あー消えるんだ、早いな、戻ってくるの早くない。風を吹かせたらすぐに行く。よっ、危ない危ない危ない。おお、風を吹かせます、吹かせたらすぐに行く、はい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 。おお、風を吹かせたらすぐに行く、よし、危ない、オッケー、余裕だったぜ。どういうトラップ、おお、すぐ入り口。出たよこの金色鳥居な。これがあるってことはボス戦ってことだ。セーブ完了。さあ行くぜ。ちょっと体力増やしたいところもあるけど、まあ6個あればいけるか、いけると信じて行こう。おおや、あそこになんか祀られてるぜ。水晶でできた置物のようだけど、木の実の形に見えるな。ってことはもしかしてあれが水晶のヘビイチゴ。ほれ、オロチの結界を解くとかってあの牛若ってやつが探してただろう。これまんまと先取りだぜ。やったな、ゲットしに行こうぜ。誰もいないわけないんだよな。いい、赤カブト来るぞ、来るぞ来るぞ。あ、目が回る目が回る。うわー、炎を使ってきそうだな完全に。うわー、ええー、強そう、赤カブト強そう強そう、やばい。あの赤い鉄カブト、どうやら赤カブト様のお出ましのようだぜ。確かに悪そうな面構えだ。気合い入れていけよ甘子。しゃ、気合い入れていくぜ。おお、来た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 、宝玉、お前らどう、何をしてくれんだ、な、なんだなんだ、パーティータイムみたいになったぞ。これは、さとみ八方玉じゃねえか。おいらたちを守ってくれるってのか。お、守ってくれてるのか、それは本当に。うわぁ、ちょっと待って。とりあえず切ってみるか。切れ、よし。あー、無駄。やっぱね。うわぁ。じゃあ、爆弾を。あー、ちょっと待って。待て待て、何それ何それ、うわあ、ちょっと待って、衝撃波か、爆弾は効くかい、爆弾は効くのかい、爆弾は、うわお、効かなそうだね、危ない、お尻に切る、ああダメだ、よいしょ、風は、風を吹かせてもあんまり意味ない。あー怖い、どうすんだどうすんだ、うわー、打撃、打撃入ってる、これ入ってるっぽいな、ちょっと入ってるっぽいな、うわー、やばい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 、ちょっとよくわからん、よくわからんが打撃はちょっと入ってるっぽいな。くー、あとなんか技持ってたっけ、あー危ない、効かない、これなんか何回かやってるとこうボロを出すとかないかな、あぶねー、どうしたらいいどうしたらいいどうしたらいい、あぶねー、わぶねー、ちょ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 、何それ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 、全然弱点がわかんないよー、わかんないよー、わかんないよー。あ、お、あ、抜けた。これに風を吹かせる。違う、あ、あ、骸骨になった。すごい裸になってる。任せろ、早く、早く任せろ、早く任せろ。ああ。爆弾置くんだ。ほら、あ、ほら、あ、やばい、疲れすぎた、やばい、助けて、
回復が。よいしょ。そうか。とりあえずやっぱこの外側を脱がさないとダメなんだな。今日今日今日上がってきたぜ。ああ、だ接近しなきゃいけないのが、あれだな。よしよしよし。危ない。ああ、やばい。弾が減った。そしてこれで風を吹かせる。風を吹かせたら爆弾を置く。爆弾を置く。あれ待って、風を吹かせるからの爆弾を置く。ちょっと待って、炭、これ無限炭使おうかな。無限炭使おう。一定時間炭使い放題。うん、あーでも今じゃないか。鋼の拳とか使っとくか。よし、おら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 、おー、すげえすげえすげえ、つい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 、危ねえ、あーあちあちあち、攻撃力上がってるうちに風を吹かして、危ねえ危ねえ危ねえ、あータイミング、危ねえ、あらららららら、脱げろ脱げろ、脱がしてやるお前よ。ほら風が吹いたらあとは連打をするだけ。いけー、危ない、危ない、よいしょ。ほらケツが、ケツが丸出し、じゃじゃ速くなってる、速くなってるよ。ほら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 、なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ、あ、ちょ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 、危ない、ギリギリ、危ない危ない危ない、あいつあそこで引っかかるぞ、やばいやばい、あー危ねえ、ここで引っかかるぞあいつ。何それ何それ、何それ何それ何それ、何それ、危ねえ、はい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 、イージーだぜ、ガラ空きだぜ。ほら風を吹かせる。そして打ち込む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 、あぶねえ、あとちょっと、ああ綺麗、もうちょい、もう一発、あーあとちょびっと、あとちょびっと、もう1ミリ首の皮つながってるだけ、あ余裕だよ余裕なんだよ、お前なんか、お前なんか、お前なんかこうしてやる、余裕なんだよ。ほら走ってこいよ。ほらお尻が丸出しなんだよ、この野郎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 、あら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 、来た、風を吹かせる、食らえ、とどめの一戦、バーシュ、イエーイ、あれ手応えがないぞ。え、戻ったよ戻ったよ、あれ何何何何何それは何それは、えおいおいおい、待て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 、進化しやがった、なんだこいつ、うわ野郎逃げる気か、あマコ、おいおい、ええ、来るな、ポチスサノオさん、ここは我がやる、おりゃおっさん、アマコあのままじゃ危ねえ、筆しのぶだ、結局手伝うんかい、うん、どう激尺ゾウカン、ドハスサノオ流、まず人への風、え、こうですか、これでいいです、合ってます、合ってますね、二重の風、まだまだこうですか、
合ってますか。よし、最大奥義、三重の風。湘南の風みたいに言うんじゃないよ。ほら、炸裂道義激凛大風車。え、すげえ、今のはすげえ、かっこいい。ちょっと何それ。佐野さん、間違いない、これは我の力にあらず。神が我をもてあそんでおるのだ。己どこまでもこの我をバカにしおって。聞こえるか神よ、どうだ、これで満足か。さしたら力もない我がイザナギの子孫という重圧を背負わされ、混乱に怯え逃げ隠れするのにつきまとって今日に入ったか。おっさん、いい加減にしろ。神め、貴様が力を貸すような真似をしても我は戦わんぞ。この世が滅びようと知ったことではない。さっきまでかっこよかったのに。イザナギの伝説だの、血筋だのはもうたくさんだ。これ以上我に構わんのやめろ。おい、危ねえぞ、食われちゃう食われちゃう。に、なんだこいつは。ひっひー、おー、入れない、やばいぞ、スサノオがやられる。グー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 、その声は、踊れどいつもこいつも我を苦しめよって。いや、やめろ、その話なら後にしろ。どうしたんだ、もう一人の僕と喋ってるぞ。今はやめろやめろやめろ。どういうこと、こいつは何、これヤマタノオロチの一個の首。あ、消えた。ごくり、アマコ、今のは。お、それはもしかして新しい神器ではないか。やったー、神器イクタマを手に入れた。やったぜ。生命の輝きが放ぜられたマガタマ、みなぎる命の力で悪しき者を断つ。かっこいい。そしてヘビイチゴは、おい、バカ、ハロー、何か取り込み中のようだね。てめえ、あ、おめえはデタラメ予言野郎。しかもその手に持ってんのはこれかい。これは水晶のヘビイチゴ、やっとこの手にすることができたよ。やいやいやい、何を横取りしていかんだい。そいつはオイラたちが先に。うお、そのジャンプ力やるじゃねえか、うちわかさん、いいとこばっかり。これはユウたちには無用なものだよ。だってこれを使って結界を解けるのはミーだけなんだから。ヤマタノオロチが根城にしているイザヨイの祠の結界をね。おい、なんかまだ生きてるぞあいつ、大丈夫か。なんだ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 い、ミーのことを呼んでるのかい。ふふふ、慌てなくても今から言ってあげるよ。いやー、つかみどころのない男だな。なんだと、お前オロチの根城に何でわかるんだ。ふふふ、そうそう、いつもの予言を忘れていたよ。かわいいあの子とランデブー。いい予言だな、それはちょっと楽しみだ。というわけでグッバイベイビー。待ちやがれ。イザヤイの祠の結果を解くって一体何を考えてるんだ。アマコ、こりゃ勝ち時をあげるところじゃねえ。さっさとここを出て先を急ごうじゃねえか。ああ、これでイザヤイの祠にまあ行けるようになったと、これで。はい、ありがとうございます。1万と500円ですね。
ここまでのお話をもちろん記録する。はい、記録しますよ。おお、デコボコ隊のお二人無事でしたか。風神宮の大風車が動き出し、もしやとは思いましたが、村に気持ちの良い風が吹き始め、空気のよどみもすっかりなくなりました。そなたたち見事赤兜を退治し、神風をよみがえらせたのですね。発見士たちも大はしゃぎして、相変わらず困ったものですが、そなたたちには何から何まで世話になり、なんとお礼をしてよいか。この私からも礼を言おう、旅の者たちよ。そして伏姫もただ一人の里見の者としてよく頑張ってくれた。あれ、兄さん、伏姫の姉ちゃんのこと知ってんのかい？ふふ、知ってるも何も、私は風神宮仙台神主伏姫の夫だ。草薙村の行く末が心配でここに残り続けていたが、そなたたちのおかげで安心してあの世へ行くことができる。伏姫も発見士たちもまだまだ頼りないが、苦境が彼女たちを育てるだろう。旅行く私は遠くで見守るだけでいい。ではさらばだ、貴君らの健勝を祈っておるぞ。わあ、グッバイやつふさ。おお、静かに行ったな。あ、伏姫には見えてないんだね。どうしたのです、お二人とも何をよそ見しているのですか。うん、いやー、なんでもねえや。それより伏姫の姉ちゃん、礼には及ばないぜ。これから姉ちゃんはこの風神宮の神主として村を見守らなきゃなんねえ。発見士たちものんきなもんだし、大変なのはこれからさ。そうですね、先代の神主が亡くなってからずっと弱気でしたが、今日からはこの神殿の主を務め、残った御剣士をビシビシ鍛えます。その意気だ、頑張れよ。おー、勢ぞろいしてお前たちは結局見てるだけだったのか。おい、せいぜい指導されるんだな。伏姫様の笑顔久しぶりに見た。あの笑顔俺たちに力くれる。だってこのマセガキが。マセガキがって。お前らの年齢の関係はよくわからんが、ここにいない仲間もきっと祈ってた。俺たち発見し心は一つ。だって竹之助、ハヤブサ、梅太郎、ありがとうよ。赤兜もういない、これから私たちこの村守る。だってよろしく頼むぜ。本当によ、俺たち頑張ってお祈りした。お前たち無事でよかった。だって確かにお前たちの八方玉、あれは大したもんだったぜ。お前本当に強いやつ。お前との力比べ俺の誇り。だと？お前だってなかなかのもんだったぜ。伏姫様、なんかある？また旅を続けるのですね。そなたたちの分を祈ってますよ。オッケー、じゃあこの草薙村ストーリーはこれにて完結っていう感じかな。いいね、なかなか濃いストーリーだったけど。じゃあ次のあの子とどっか、なんだっけ、あの子となんちゃらランデブーに向かってまた向かっていくとしますか。なんだか忘れちゃった、あの子となんだっけ、あの子。アマ君、ちょっと待てよ。先を急ぐったってこれからどうすりゃいいんだい。さっき現れたあの真っ黒い首、あれが例の怪物だとしたら、あれをどうにかしない限りお先真っ暗ってことだろ。つまりオイラがいくら全部の筆技を得得しても、面白おかしく暮らす計画はパーってわけだ。で、アマクオ、お前あの黒首にまるで歯が立たなかったけど、本当に昔例の怪物を退治したんだろうな。よっぽど相棒のイザナギが強かったか、それとも怪物を酔わせたっていう伝説の酒が相当強烈だったんじゃ。そうだ、酒だよ。
天子、伝説の酒があの村にあるじゃねえか。ほれ、そろそろ年に一度の村祭りが始まる頃だろ。そこであの酒をちょいといただいておいたら、なんかいいご利益があるかもしれないぜ。それにせっかくの祭り楽しまなきゃ損だしな。さくらの姉ちゃんを酔わせたりしたら、ブフフフフ。あまこ、おいらなんだかワクワクしてきたぜ。相変わらずさりげない下ネタけぶっ込んでくるんだな、このゲームは。よっしゃ、じゃあ村の祭りに、こっから合流してっていう感じですかね。オッケー、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。結構やったわ。